ですか？セブンス・デ・アドベンティスト横浜キリスト教会の藤田正隆です。今回のお話は静けさの中でというお話です。江戸時代後期の剣術家千葉周作の逸話です。ある晩、千葉周作は案内人とともに松明を持って海岸に行き、岩場にいる魚や貝を取っていました。夢中になっているうちに沖へ沖へと向かっていました。十分取れた、夜も更けてきた、そろそろ帰ろうかと顔を上げると、どちらが岸でどちらが沖だか分かりません。しまったと思った時には、あたりは真っ暗になっていました。潮が満ちてきます。慌てて松明を燃やしました。しかし周りは明るくなるものの、方向が分かりません。結局一行は千葉周作の起点でハマチドリの声を頼りに岸にたどり着くことができました。この顛末を宿屋の老主人に話しますと、ご老人は、なぜ松明を消さなかったのですか。どんなに暗い夜であっても松明を消せば、おのずと陸と海の違いが見えてきますよ。暗いから明るくする、しかし明るくすればするほど見えなくなってしまう。遠くを見定めるためには一旦松明を消す必要があったのです。同じようなことが情報化の現代にも言えるのではないでしょうか。昼夜を問わず明かりのついた都会の中で多くの情報がうごめいています。たくさんの光が、音が、文字が、声が発信されています。しかしながら自分たちの行き先がなかなか見えてこない。どこに向かって進むべきかがわからない、そんな時代なのかもしれません。であるならば、時に私たちは静寂の時間を持っても良いのではないでしょうか。旧約聖書詩篇46編10節、静まって私こそ神であることを知れ、私は諸々の国民のうちに崇められ、全地に崇められる。最後までメッセージをお聞きくださりありがとうございます。皆様の上には神様からの祝福が豊かにありますように。